コーナーですが、はい、今日はですね、はい、私とこもお手伝いしております、はい、滋賀県から J リーグを目指している JFL のチーム、はい、ミーオ琵琶湖滋賀のとある選手と電話がつながっております。早速呼んでみましょう。もしもーし。もしもし。はい、では自己紹介からお願いします。はい、ミーオ琵琶湖滋賀の小村城です。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、奥村城選手に今日はご登場いただくんですけれども、はい、もともとミーオに入る前はどこでサッカーずっとやってはったんでしょうか。はい、ミーオ琵琶湖滋賀に入る前は、はい、東京の駒沢大学というところで、まあ、大会サッカー部でやってたんですけど。ということは関東出身ですか。あ、いえ、出身は愛知県なんですけど、はい、大学が東京、そしてその後滋賀なわけですね。はい、そうです。ミオに入るきっかけって何やったんでしょうか。ミオに入るきっかけはその大学の時の先輩が一人ミオに入っていて、うん、ああ、なるほど。その選手の紹介で入させていただいたんですけど、ミオ入ってね、もう4月春からですから、もう半年経たないぐらいか、まだね、はい、そうです ね、 ね、はい、ジョー君にとって一体どんなチームですか。ミーオは、うん、もうみんな本当に練習からすごい意識が高くて、はい、うん、で試合に出たい感たっぷりなチームなんですけど、それはでも、まあ、その分、うん、はい、まあ、試合で結果出していかないと、うん、まあ、厳しい場なんで、うん、はい、すごくいい環境だと思います。そうですよね、ライバルいると燃えますもんね、はい、そうですね。普段はミーオ内では一体どの選手と仲良しやったりするんでしょう。ミーオはまあ同期の、うんうん、まあ、なかなか試合は出てないんですけど、はい、吉岡勝利とか、うんうんうん、は鈴木亮とかが仲いいんですけど、うん、ちなみに、はい、はい、この選手すごいなとか、この選手うまいなって思う選手はいますか、チームメイトに。あ、やっぱ、うん、あのフォワードの木下慎吾選手は、はいはいはい、やっぱまあ僕から見た目線ですけど、うんうん、やっぱなんかすごいサッカーを知ってるなっていう感じは、まあ、一緒にプレーしてて思いますね。なるほど、はい、このねラジオ関西ちなみに神戸にありますからね、木下選手もともとヴィッセルなので、はい、聞いてる方にもね知ってる方多いと思うんですけれども、はい、さあそんなね三代琵琶湖滋賀から今 J リーグを目指している最中ということで、まあはい、正直ね、あの勝ったり負けたり、まあ、当然ですけれども苦しい時期もあると思うんですけれども、はい、 そうですね、はい、そんな苦しい時期、はい、奥村選手は一体どんな風に乗り越えてるんでしょう。苦しい時は、うん、まあ、苦しい時こそ練習を、うん、まあ、結構頑張らなきゃいけないなと思える時期なんで、うん、はあ、逆に勝ってばっかりだとちょっと気が緩むっていうか、そうかそうか、だとそうだと思うんで、なるほど、はい、引き締め直すには、まあ、いいきっかけでもあるわけですね。練習から、はい、そうですね、うん、さあ今ね中盤入ってきて後半に向けてね、はい、頑張っていかなあかんとこやとは思うんですけれども、はいはい、今自分の中での課題とかここ頑張ってかなっていうところはありますか。あっと課題は本当にそのゴールが取れないんですよね。やっぱ見ようとしても得点少ないし、うん、そうですね、はい、そこで自分も結果出さないといけないし、うん、はい、そうですね、ですね、もっと貪欲にどんどん、ねね、点を取りに行っていただきたいと思います。やっぱサッカーはそうですね、ね、点取ってなんぼですもんね、はい、うん、さあまだまだね、サッカーのこともお話聞いていこうと思うんですが、実は、はいはい、奥村城選手この、ね、番組、はいはい、いろんなゲストさんに、はい、ちょっとだけ、はい、恋愛について教えてもらったりもしている番組なんですよ。はい、はい、ね、これあえてね、あの、はい、シークレットできましたけれども、あの何聞いてもいいよって言ってくださったんで、はい、はい、全然、はい、今日ちなみに、はい、テーマとしては、はい、今日のテーマね、うん、告白場所、お、女の子に告白するならどんな場所でするのか、うん、ああ、あります、定番が、うん、あ、ま、定番は、うん、まあ、もうちょっと終わっちゃったんですけど、はい、学校の、うん、屋上とかで告白してみたかったですね。あ、見たかったです。なるほど、もうなくなっちゃったんですけど。そっか、それってでも学生の時ながらじゃないと できへんもんね。あ、ちょっと後悔なんですけど。そっか、やれないままやったんですね。はい、そうっす。これじゃあ今からやったら、今からだったら、ね、どこでしましょうかね。うーん、
どこでしましょうね。ちょっと試合に勝って下からなんかちょっといい感じの、そういうのも悪くないなと。本当ですね。現実ちょっと難しいと思う。そうですね、難しいですね。難しいけど、それ女子も夢見ますね。点決めてね、試合勝ってね。あったら多分最高でしょうね。完璧ですね。はい。なるほど、ちょっとね、奥村選手の裏側も教えてもらいましたが、さあ、そんなわけでお話サッカーに戻ります。はい、はい、7月、今度久しぶりのホームゲーム、ね、6月の2日以来のホームゲームが今週末、はいね、7月6日に行われるんですけれども、はい、間は、はい、ちょっとね、連戦が続いていて、で、ホームの試合は3試合負けが込んでいて、久々のホーム。そうなんですよ ね、 ねやっぱホームで勝つのが一番嬉しいし。そうですよ、サポーターの皆さん待ってますよ。サポーターの皆さんも、はい、そうですよ ね、 ね、本当ホームでいいとこ見せてね、何が何でも点を取ってほしいと思うんですが、ね、なかなかね、ま、J リーグ見に行ったことあるよっていう方は結構いらしても、 JFL ってまだ行ったことないわっていう方もね、いはると思うんですよね。そんな方に、はい、JFL の試合、はい、どんなとこが面白いです？JFL はそのプロと違って、うん、そのサッカーが上手いとかだけじゃなくて、うんうん、やっぱ人と人が戦ってるっていう、うん、そういう場面が多分その上手くない分多くなっていくと思うんで、うん、はあ、やっぱそのサッカー上手いだけとかじゃなくて、その人と人のぶつかり合いだったり、はいはい、そのサッカーの戦いもこういう風もあるんだっていうところも、うんでね、JFL では見れるんじゃないかな。確かに気持ちの面がすごい見えるのが JFL ですよね。はあ、あと、ね、終わってからの、ね、選手との触れ合いもあったりするのが、そうです ね、 これ J リーグじゃ絶対できへんとこですからね。はあ、そう、はい、じゃあ最後になりましたけれども、7月6日の試合に向けて最後に意気込み、はい、メッセージをください。はい、ホームでは全然勝ってないんで、皆さんの応援をしっかり受け取って、うん、まあ、しっかり結果が出せるチームになっていくように、うん、自分もしっかり努力していきたいです。わかりました。じゃあ7月6日、はい、ぜひともね、東近江でお会いしたいと思います。はい、三陽琵琶湖滋賀から今日は奥村丈選手にご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、なかなかういういしい感じでね、うん、インタビュー答えてくれましたけれども、はい、7月6日、滋賀県は東近江にありますグリーンスタジアム、ここで午後1時からのキックオフとなります。詳しいことはね、民謡琵琶湖滋賀でホームページチェックしてください。さあ、そんなわけで奥村丈選手からのリクエストいただいておりますのでね、ご紹介いたしましょう。ビッグバン